ずっとゼロ人なんだな。始まったか。じゃあ始めたいと思います。でも私にコメントが一個も来ないのはなんでだろう。いいのかな。始めたいと思います。はい、ということでこんばんは。3月12日火曜日の乃木曜日を担当するメンバーは寺田蘭瀬です。よろしくお願いします。はい、ということで今日もゆるく始めたいと思う。これ私に今日はコメントが見えないのはなんででしょうか。なんか怖い。押したらなんか終わりにしちゃいそう。どうしよう。見えてないんですよね。コメント、私がこれコメント書いちゃうってこと。怖い。押してみよう。あ、来た。見えました。こんにちは。今日はフリートークが多いそうなので、ぜひ話題提供をお願いします。そう、前髪、そう、前髪は自分で、なんだろう、なんか最近なんて言えばいいんだろう、なんか結構前髪がない時期がもう2年ぐらい続いてて、結構もうそのイメージ、なんかかっこいいイメージでがついてますみたいな方がなんか多くなって、でもなんかそういう髪型一つだけでなんかこう判断、こういう人みたいなされるのはすごいいいことでもあるけど、せっかくこういうお仕事させてもらってるからこそ、なんかあ、こっちもできるんだみたいな、説明難しいけど、なんかいろんな一面を見せれる人でありたいから、なんか久々に生やしてみようと思って、ちょっとどっちでもいけるぐらいに生やしましたです。そうで、人は外見だけで判断してはならないの。だからさ、ある、そう、前髪あるから好きになってくれた人とか、前髪がなくなってから好きになってくれた人とか、いろんなタイミングがあるから、あの、前紫に染めた時に好きになりましたっていう、すごい女の子とかもすごい増えたから、それでなんかいろいろ、なんだろうな、変わらないって一番つまんないと思うから、人間として、私はっていう風な考えがあるから、いろいろ試していきたいなと思います。ですです。なんかじゃあそろそろ宿題がね昨日ね昨日ねとか昨日くぼちゃんだったのかな、宿題を書いてくれたそうで、なんでさん、ものすごく可愛く告白お願いします、すいませんってちっちゃく書いてあった、すいませんくぼっていう宿題をいただきました。あ、なんかすいません、こちらこそすいませんなんかね、いつもさ、可愛いことしてって言われる、心臓がえぐれるよ。ナイスくぼちゃん。どういうのがいいんですかね。なんかなんとなくこうあります、なんか言ってほしいとか、なんかシチュエーションなのか、なんかわかんないけど、ありますかね、こういうの多いよね。ありますか。かわいく、シンプルに好きです。あ、わかりましたよ。そう、握手会でもあまり言わないから、じゃあここでだけですよ。帰り際にさりげなく、なるほどね。でもシンプルにがいいのかな。なんでもええ、ぶりっ子大好きだよって、やっぱストレートがいいのか。じゃあストレートに、じゃあ一回しか言わないので、ちゃんと聞いててください。大好きですこれでいいのか果たして。でも大好き、そう、大好き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 いいですか、これで。私も好き、俺も合ってるかな。あざわす、あざすいただきました。
普通メンタルをサポートありがとう、メンタルサポートして。神神神神、もう少しで卒業です、おめでとうございます。あ、1万人ありがとう。なんか何喋っていいか分かんないんだよね。なんかありますか？リンゴ好き？じゃないの、普通。ありがとうございます。これでよかったのかな。あ、ではなんか、あ、なんかトーク、近況トークみたいなのがあるらしくて、ライブやら握手会、ドラマ、ザンビ、大体全部展などについてであるんですけど、ザンビね、どうですか、皆さんは見てますか、見てますか。そうなんです、私は。でもすごく、なんだろう、なんて言うんだろう、もう去年の春頃、4月とか5月6月ぐらいにずっと撮ってたんですけど、なんか、なんだろう、すごいみんなが若いなって思いました。もうすでにメンバーとかでよく話すんですけど、なんか常にこうみんなが成長してってるから、なんかまだギリギリ1年経ってないけど、なんか若いんだねみたいな話は結構メンバー同士でしてて、なんかもう懐かしい思い出を振り返ってるみたいに私もリアルタイムで見させていただいてます。どうでしたかね、感想ありますか。そう、まだ19歳の時に撮ってたのか。そう、私今20歳なんですけど、当時は19歳で撮ってました。ちょうど舞台、私が去年舞台、あの乃木坂版ミュージカル、セーラーム、美少女戦士セーラームやってて、それとずっと被ってやってて、毎日違う人、人間になってたから、なんか不思議な気持ちだったことを覚えてます。そう、ザンビの動きはすごい独特で大変でしたね。メイクも人生で初カラコン、カラコンとかコンタクト入れたんですけど、なんか普通あんまりこうすぐにできないじゃないですか。だけどなんかこの収録の時間とかいろいろあって、なんか練習もできなくて、なんかすごいパニックって、もうなんかもうじゃあ入れてくださいって言って、でもすごい特殊ってか、すごい普通のコンタクトじゃなくて分厚いから、柄がすごいじゃないですか、近くで見るとすごい柄なんです。だから分厚くて、目まぶたこう閉じたりするとポロポロ落ちてくるぐらい、カラコン、カラーコンタクトは大きかったです。です。で、握手会は、そう、最近はあれだ、全国握手会が10日にあって、その時には、全国握手会はいつもライブあるじゃないですか、あるんですけど、あのセーリング軍団で、あのオリジナル曲、松村さんとかがこう作ったオリジナル曲、働き方改革っていう題名、かっこ仮なのか分かんないんですけど、あって、それをゲリラでライブ前にちょっとなんか前座みたいな感じでやりました。それがちょっと変わったことかなですかね、見てくれた方いるのかな。結構すごい松村さんの作詞は面白い、すごくいい歌詞ですので、なんだろうな、いつか動画とかね、作品映像として残ったらいいんですけど、めっちゃ良かった。おお、そう、松村さんがいつもあの歌詞とか書いてくれて、松村さんが仮歌とか送ってくれるの、松村さんの声で。めっちゃ可愛いですよ。ですです、です。見ました。すごい、ずっとバイク乗りませんかってコメントくる。バイクは乗ったことないですね、免許も何も持ってないです、車も。あ、すごい、あとピアスですかってくるんですけど、イヤリングです。そうね、武道館目指したいんですね、軍団で、ずっと言ってるもんね。ですね、
あ、そう、バースデーライブもあったのか、2月に。確かに。バク転して？バク転はしたことないよ。そう、イヤリングです。黄色？私本日どこも黄色じゃないですよ。今日の服装は？今日は上着脱いだらすごい、てかなんかこれで見るとレースが全然見えないけど、こういう感じです。はい。くしゃみって出る。そう、花粉ね、最近すごいですよね。私も顔が痒くなります。あの皮膚が薄いところとか、なんか赤くなって、なんかいつもと違うなってなるし、喉も結構元から弱いので。そうですね、あんまり調子いいぜっていう春ではないですね。せっかくいい天気なのに。金髪にして似合いますかね。でもね、一回はやってみたい。今日誕生日おめでとう。なんか明日とか卒業式ですみたいなコメント多い。おめでとうございますよ。あ、明日卒業式楽しんで。なんかあるかな。あ、そう、 CM、 チーネさんの CM、 そう、公開されたので、本日からかな、されてるので、私まだ見れてないんですけど、テレビで見てみたいな。よろしくお願いします。もう就活や、頑張れ頑張れ頑張れ。バスラの話聞きたいです。なんか4日間濃ゆすぎて、長すぎて何から話せばいいのかも分かんないし、なんかすごい、もう、なんか1年ぐらい前みたいな、なんかすごい思い出になっちゃってるな。なんだろう、そうですね、なんだろう、まず1日目はなんか1期生の人だけから始まるって演出がすごくいいなって思って、裏で泣いてました。なんかこんなに可愛くて温かみのあるグループに入れてよかったなって思って、なんか、普通になんかファン目線で泣けて、でもその後にあやねちゃんがおいでシャンプーとか生駒さんと多分秋田でこういうなんかつながりで、ちょっとずつ1期生2期生3期生とかで出てきて、すごくいいグループだな、乃木坂らしいなっていうのに触れたのが1日目で、2日目はなんかスタッフさんとかメンバーもすごく、この2日目はエモいエモいってずっと言ってるような感じでしたね。私もそうですね、ブランコとかボーダーとかセンターをやらせてもらってる楽曲も多かったので、すごく、そうですね、なんか懐かしいなっていう思いとか、いろいろこう感情がうわーってくる、確かにそういう日でした、2日目はね。で、3日目は何だろう、最近の乃木坂って感じでしたね。やっぱり新しい曲が多いから、とアルバムとかだったのかな、からあんまり披露しない曲が多かったので、なんか、あ、こういう乃木坂もあるんだなっていう新鮮な気持ちでやって、で4日目は西野さんの卒業コンサートで、なんか西野さんとやるのこれで最後なんだって一個一個噛み締めて、すごい気づいたら片思いが大好きな表題曲だから全然参加もしてないし、けどすごい大事な曲だから、なんかすごい後ろだったけど一緒に踊れて嬉しかったし、なんか大好きな曲だから、センターが卒業すると結構なんかあんまり歌われなくなっちゃうとかもあるかもしれないけど、なんかちゃんと引き継いでいい曲だから歌っていきたいなって思いました。泣いた、そう、泣いたね。なあちゃんの好きなところは話した、全部好き全部好きだし、そう、ブログにもなんだっけ、話したいことあるから連絡しようって書いたけど、本当にその後お疲れ様でしたっていうメールと、その話したかったことをわーってメールしました。また会えたらいいなって思ってますです。
おーすごいコメントが早すぎて全然見れないあ、そうポニーテールしてましたね、4日目。そうなんです、ポニーテールしました。あ、アスミリオさんの対談についてって書いてある。本当にさっき私も知ったんですけど、あ、これ宝塚歌劇団さんのお話なんですけど、あのすごいさっき私もネットで知って、あのなんか89期ですよね、89期がすごい今年去年とかで対談されてて、すごい悲しいなっていうのが私の気持ちです。でも変わらずずっと、なんだろう、宝塚は大好きなので。あ、そう、最近高山さんがねハマったっていうことを発表されてましたが、なんかごひいきは秘密ねって言われてるので秘密なんですけど、そう最近もあの DVD を貸してあげたりすごい仲良くさせてもらってます。そうなの、だから多分後できっと高山さんからメール来る気がする。悲しいよってね、ですね。あ、そう今日指輪も珍しくしてる。でもアクセサリー好きです。本当はネックレスもしてる。アクセサリー好き。ここ落ちるかも、勉強してくださいここ分かりました、おめでとう。うん、あ、ということでなんかですね、ホワイトデーが近いということで、3月14日はホワイトデーなのでコメント返しタイムという企画をやりたいと思います。若干おこがましいんですけど、ユーザーの皆さんから私ホワイトデーのお返しということで、何でもいいのでメッセージくださいという、なんかホワイトデー企画ということでですね、コメントで私がメッセージを募集します。でそれを読み上げます。時間が来るまでいっぱいコメント返したいと思うので、今からどうぞどうぞ。大好き、全部好き、私も好き、うちも左利きですこれはホワイトデーっぽいのかな、一緒。ぽい、ホワイトデーっぽいってでも何でしょうかね、難しいですね。うーん、好き、愛してる、私も。チョコ好き、好き、好きって言って、好き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 、はい、あ、はい、ポニーテールして、ポニーテールね、できないね今日は、ガビーン。あ、そう、多分中国のファンの方なのかな、私が中国語でなんかこうみんなお会いにとかはすごい使うんですけど、じゃない言葉で愛を伝えたいなと思って、なんかネットで調べてたんですよ。そしたらすごくおしゃれな言葉が出てきて、なんか、まあ、あっちの人ももうあまり使わない、なんかちょっと昔の、なんだろう、私がいつも説明で使うんですけど、日本で言うと月が綺麗ですねっていう告白あるじゃないですか、一応告白なんですけど、それみたいなテンションで白髪になるまで一緒にいましょうみたいな、あの告白のなんか言葉があるみたいなのが出てきて、すごいかっこいいし綺麗だし素敵だなと思ったんですけど、発音がすごく難しくて、なんかバイトダウラーみたいなわかんない、何回やってもわかんないですけど、そしたらすごいあのあっちの中国のファンの皆さんがすごくいつもコメントとか、こういうコメントとかでも握手会でもすごくなんか言ってくださってて、そうなんですよ、ですです、それはいい告白ですよね、ホワイトデー、ホワイトデーに。でもおしゃれですよね、そういう告白の仕方って。あんまりなんか最近はさ、ネット社会だからさ、すぐさメールとかさ、なんだろう、電話ですぐこうパッパッペーって会話できちゃうけど、なんか直接そういうおしゃれなことを言えるのって素敵だなって私は思います。皆さんもぜひ3月14日バレンタインのお返しにおしゃれな告白をしてあげてください、女の子に。すごいホワイトデー企画っぽかったよ本当それね、
握手会でお返しする。お、そうです、来週も名古屋でありますもんね。よろしくお願いします。乃木英語、乃木英語全然出てないです私でも英語いいですよね。あ、2万人いてました、ありがとうございます。平日なんですけど、ぜひお付き合いください、ありがとうございます。ずっと前髪作ってください。でもそれは私が決めることだから。ハマってるアニメは、うん、でもかぐや様見ました。今放送されてる分は全部見ました。かけぐるとかね、松村さんも関わってるし、その辺すごいおすすめというか楽しい。社会人つらい、みんないいことも悪いこともあると思うので、自分だけじゃない、頑張れ、応援してる。あ、ということで次の企画は必ずやるって台本に書いてある乃木曜日選手権よ。ですね、今週のね、乃木曜日選手権はここで今週の乃木曜日選手、配信メンバーで基礎乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技は意外な一面4択クイズです。はい、これから私にちなんだ4択クイズを出題します。4つのうち1つが正解なんですけど、皆さん正解だと思うものに投票をしてください。週の中で正解のパーセントが最も低かった、つまり意外な一面を見せられたメンバーにはお食事券がもらえるということで、イエーイ、です。で今週、あ、でもそう、今週まだ火曜日だから、久保ちゃんしかまだやってないのか、だからまだ全然わかんないな。ということで、まあとりあえず私がクイズ出しますね。イエーイイエーイ。なんで大園桃子ですって書いてるの。桃子に名前に上手って言われる。でもそんなのはどうでもよくて、クイズ出したいと思います。じゃじゃん。私の得意な泳ぎ方は、1クロール、2背泳ぎ、3平泳ぎ、4バタフライ。まず泳げるってこと知ってる人少ない気がする。なんか私すごい全体的に舐められてるんですよきっとなんかけど泳げるんです。知らんかったでしょ。ほらイメージないって、めっちゃでもないんですけど、一応この4つ泳げます。あの形わかる、なんかわかる、なんて説明していいか。じゃあとりあえずスタートします。皆さんぜひ参加してください。よーい、スタート。そう、泳げるんですよ。多分自転車乗れないとか言ったからし、走るのも速くないので結構あれ言われるんですけど、ダンスとかも普通に習ってたわけじゃないけど、可もなく不可もなく泳ぎもできます。でもなんかどっかでは言ったことある気がするんですよね。そう、言ったことある気がする。平泳ぎいいよね。皆様泳げますか？バタフライうまそう。どうでしょうかね。うしし。犬かきって書いてあるけど、あ、むしろ犬かきしたことないかも。見てみたいね。見てみる機会はないですよねきっと。平泳ぎが得意、犬かきは泳げないな。浮き輪で浮いてそうだって。浮き輪で浮くのも好きですけどね。あの、なんだっけ、なんだっけ、あれ、なんか流れるプールみたいなのもいいですよね。全然行ってないからあれやけど。ということで終了します。こっち、お、来ました。あ、一番多いのが2番の背泳ぎで、3番4番1番っていう順番です。
これは私が正解発表するんですよね。もうダメやん。正解は2番の背泳ぎでした。だってみんな当てすぎだよ。当てすぎだって。久保ちゃんにももう負けてるんじゃないかな。昨日の久保ちゃんは 23.9% で、私は何パーセントだったんだ今。でも一番多かったですもんね、 31% だって。微妙に負けちゃったよ。ねえ、なんでなんで知ってんの。やだ、知らないで。嫌い嘘、嫌いじゃない、嫌いじゃないけど、やだ、みんな嘘ついて。ご飯行きたかった、ご飯行きたかったよ。うん、なんで当てるの。そう、泳げるんです。あんまりなんかこのさっきのコメント見てると、なんか浮き輪で浮いてそうとかすごい言われてるんですけど、めちゃめちゃに。多分皆さんが思ってるほど私は面白い人間ではないです、きっと泳げちゃうんです。すみません。クロールも上手、背泳ぎも大好き。あ、またなんか来たです。なんですよ。ご飯行こうね。ご飯行けますか。十分面白いその自転車と別にそれとこれとそれとあれとそれは違うじゃないですか。自転車は私が使う機会がなかったんです。ということで、私が次は明日の人、明日の人は斉藤優里さんですなんですけど、に宿題を書きたいんですけど、なんかありますかね。いつも一緒に考えてもらってるんですけどえぐいやつ やってやろうって何がいいかな。でも優里さんはきっと多分元が可愛いから、あまり可愛いもの求められなそう。私はいつも前のメンバーに可愛い可愛い系を求められる。腹筋、スイカの思い出、あ、いいですね。確かに激甘、英語で告白してほしい。あ、確かに何語で告白してほしいとか面白そう。歌って、英語で告白、お、確かにいいですね。全力で変顔、何がいいですかね。どういう感じにしましょう。話してもらう系とか、一発ギャグ確かにゆりさんはやってくれそうだよね。歌ってもらおう、結構多いじゃあ英語でっていう単語、あ、確かに乃木英語に結構参加されてますもんね。じゃあその英語スキルを試してもらいましょう。じゃあ優里さんへ、全部ひらがなで書く。はい、まーす。寺田より、寺田よに、はい、書きました。いきます。ゆうりさんへ、英語で愛の告白をお願いします。寺田より、全部ひらがなで書きましたなんで全部ひらがなで書いたの。今日はひらがなの日。ひらがなって言ったらさ、あれやん、なんだっけ、日向坂、ひらがなけやきじゃなくなったよね。おめでとうございます。ということでエンディングに行きたいと思います。あ、エンディングはもう終わり、もう30分になったそうです。早いですね。あ、そう、日向坂おめでとうとか言って、はい、ということでもう30分経ったんですって。ありがとうございました。うん、
ということで、ゆうりさん、明日の宿題、明日宿題お願いします。で、告知なんだろう、ザンビ見てください、握手会よろしくお願いします。その他は公式ホームページを見てよろしくお願いします。配信時間はまた発表されると思いますのでよろしくお願いします。ということで、スマートニュース告知、乃木曜日火曜日終わりの時間です。無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信してます。こちらも何卒よろしくお願いします。ということで、本日もゆるく終わります。それでは今日火曜日3月12日の火曜日の乃木曜日担当メンバーは寺田蘭瀬でした。お疲れ様でした。ということで、バイバーイ、切るよ、せーの。